あっどんかい、お疲れ様です。あっどんかい、待ってます。お疲れ、疲れてきた。うんこ疲れだわ。うんこ疲れ。ふざけんじゃねえだね。そんな報告いらんの。確かに私それはお前に一理あるわ。今日は、はい、視聴者の皆さん、はい、事件ですよ。事件ですか。大事件だろう、ね、久々にですけど、これね、リリーちゃんに会いに行きましょうということで、はい、リリーちゃん最近動画上がってないもんな。そうですね、活人後はすごい、うん、うわ、にぎわってます。あれ、頑張って。リーダー、はい、早いの。うぇい、久しぶりだね。お疲れ様です。ちょ、今日 YouTube 全然やってないから怒りに来たんだけど。本当すいません。なんで来るかなと思った。久々にね、なんか、はい、ね、全然やってないで、まあ、マック食おうよ。ありがとうございます。リリーちゃん、なんか久々に何喋ろう。そうですね、本当にめっちゃ久々ですね。まあ、リリーちゃん食べようか、じゃあ。はい。何回喋る。はい。またせっかく話していい。いや、ダメです。なんで、いいじゃん。だって動画も上げてないじゃん。はい。動画も上げてないじゃん。あげてないとセクハラは別に。全然違うか。距離が違うか。違うか。よし、いただきます。食べるの。はい、みんな全然いただきます。うん。あ、どう YouTuber どうなの。まあ、やめたいはないんでしょ。うん、やめたいはないですけど、うん、大変っていうか、最近あれですね、なんかめっちゃなんか元からですけど自信なくなってきて、なんかもう、うん、あれなんですよ、なんかすごい深い話になっちゃうかもしれないですけど、うん、なんか自分の喋り方がよくわからなくなってきたんですよ。うん、何だ、何だ、自信がなくなるの。なんか、もともと割とえっととかなんかとか言っちゃいやすい喋り方、うん、で、ちょっとまあ挙動不審感ある感じの喋り方っていうのは自覚してるんですけど。そうか。なんか最近余計やばい気がするんですよ、そのお客さんと喋ってて。で、なんか動画と全然喋り方違うよねってお客さんに、見てくれてるお客さんに。今感じ喋ってると、はい、普通だよね。はい、普通ですよ。なんか変にかしこまっちゃうとか、なんか前まで全然お客さんと喋っててそんな気にしたことなかったけど、うん、すごい最近あんまり言葉つまらないようにとか、なんか、うん、なんかとか、とか使わんようにっていう意識がなんかすごい強くて、自分の喋り方が多分気になったから、うん、そう思ったらすごい片言で変な間が生まれたりとか、うん、自分の喋りに、うん、それは何、自分でなんでその喋り方が変わるっていうのは、はい、意識的にやっぱお客さんだからなっちゃうのか、知らない人だからあれなのか、はい、はい、上手に喋らなきゃいけないって思ってるからうまく喋れてないのかなって。でも多分そう思ってると思います。なんかって言わんようにしたりとか、うん、なんか こいつもなんか一緒におって一番感じるのは、はい、本当にあってなってるじゃん、どれかでも。うーん、今日でもさっきちょっとマックで撮ろうとしてるのかあって。だけどなんか失敗したらいけないが強すぎて失敗してんだよね。はい、でも俺が一つまあ、今伝えてあげれることは、はい、俺は決して YouTube をよく見て、俺ってもうガラガラ声だし聞き取りづらいし、はいはい、して俺は語彙力がないじゃん、はい、それっていうのは俺はそのリリーちゃんのキャラが YouTube でも認められてるし、俺らにも認められて今ここまでさ、なんかその失敗しちゃいけないっていう、はい、それって本当に失敗なんですかって、とか、はい、そうやって言うことは失敗じゃないから、それよりも俺は自分の気持ちを相手にぶつけることの方が、はい、コミュニケーションって大事なんじゃないの。うーん、自分がいい風に見せようとか失敗しちゃいけないって思いすぎて気持ちが全然乗っかってないじゃない、言葉に。うーん、言葉のための言葉みたいになっちゃってるから、うん、なんかすごい最近なんか、うん、なんか自分でも喋り方ちょっとおかしいなとか思いつつも、
でもそこを変にならない、元の自分の喋り方になるようにっていう風な意識したら、またそれもそれでまた余計おかしくなりそうな気がして、いろんな意味でドツボにハマってる感じがすごいしますね、なんか。動画やったり、いろんなことやって、失敗しちゃいけないが、はい、多分全面に出過ぎちゃってるのかな、ただそれだけなのかなって俺は思ったんだけど、わかんない、それが俺のアドバイスがハマってるのかどうかわかんないけど。いやでも本当にそうな気がします、なんか。失敗、なんか妻、なんかあんまり自分の喋り方好きじゃないんで、なんか、そうですね、こういう風に止まっちゃうところとかも好きじゃないんで、それを、失敗しちゃいけないやっぱね、はい、でいい風に見せたいって考えすぎよりも、お客さんを幸せにしてあげようとか、はい、そういうことを真剣に考えた方が、結果的にコミュ力も上がってくるんじゃないかな、もともとコミュ力があるからね、見てて。そうですかね、思ってるよりあると思うよ、自分で思ってるより。ただその自己評価が低いタイプはタイプだよね。そう、私なんかタイプだよね。でもどっちかっていうと、まあ、私なんかって思うのは、事実本当に私なんかなんで。いや、そんなことないと思うよな。で実際、本当に友達多くないんで、ね、でも友達多い人の方がコミュニケーションあるとは限るんだよね。そうなんですかね。だってそうじゃん、だって都合よく呼ばれても何でもはいはい言うことを聞く友達とかもおっしゃるな。いろんなタイプの友達とかもおって、はい、多分リリーちゃんっていうのは自分のやっぱ考え方がしっかりしてて、はい、自分が好きなこと嫌いなことっていうのをはっきり俺言えるタイプだと思う。はい、なぜなら友達は減るよね。お、自分の芯がしっかりしてるから。あ、だからそういうのがあったこと絶対友達になるでしょ。まあそういう友達は多いですね。てかまあ私が割とミーハーなんで、誘われたら行くんですよ、本当に。なんかまあよっぽど例えばお金かかるとか時間がかかるとか、せいじゃない限り割と行くんですよ、何でも。でも俺そんなもんだと思うんだけどな。俺なんかじゃあさ、はい、別にダメダメ自慢学校じゃないけど、はい、それを多分真面目に受けすぎて、まだ若いんだろうな、心が気にすぎて、はい、私なんかって言って多分あれ YouTube 見てるとでも俺の表面しか見てないと、なんか俺ってその独創的でもう我が強くてって映るけど、じゃあ俺もなんでこの業界に塗装におるかって言ったら流されてきてんだよね。もともと16の時に何もやることねえし、高校も辞めちゃったし、はい、末の親が飛びやってるから一緒に飛びやるわっつって、はい、ようわからんと、まあ、現場仕事が急に多いじゃんっていう意味で言って、だけどやる以上一生懸命やってその仕事が好きになって、はい、で現場行ったらね、塗装の足場かけに行っても現場来てない。え、こんなのお客さん出して、こんなんでこんな値段で出して、絶対これ儲かるわって俺の職人だから分かるわけさ、はい、だからやろうってどんどん流されてきてるからな。うん、なんか生まれた時に俺はどうしようもこの仕事がやりたいんだなんて俺なったことないよ、本当に。うん、でもやる以上一生懸命やってる、はい、だけだから同じだと思うよ。だから俺はその、まあ、本当に外から見てて、はい、うん、はい、よく言うじゃん、私インキャなんでとか、元気じゃないでしょうか、はい、だからもっと俺は自信を持ってお客さんとも、はい、でも上手に喋る人は本当にない。で相手にさ、自分の言葉が一生懸命喋ったらなんで伝わんねえんだろうなって思ったら、はい、ちょっと悩んだ方がいいけど、はい、言葉が上手だろうが俺がどもって言おうが、それをなんかあんまり意識するよりも言葉が人なりにどんどん突っ込んでいいもんね。そうですね。たぶんりーちゃんは、はい、そうやって真面目だから前に受けすぎてるのかもしれないね。なんかりーちゃんの喋り方って変だよねって一回言われたらみんなが思ってると思ってるかもしれないね。俺 YouTube のコメントとか全く気にならなくていいから、多分思いますね。で結局たぶんりーちゃんっていう人間がどこまで言ってももうりーちゃんだから、はい、だってこれそういうのがまあいろんなタイプがいいんじゃない。こんなのがないと全然感じない、はい、これだけ自分のことはっきり表現できる人、はい、それがちょっとじゃあ 2,3 週間後にちょっとそこ真剣に話聞きに行こうか。もうちょっと改善しましたよなのか、はい、それ動画 2,3 も撮ってよ、はい、でそれこれ、はい、この間この動画でってつなげてきゃいいじゃん。 はい、あのね、あのまあ今視聴者の人はほとんど知ってると思うんですけど、大谷の部屋、だからもう大谷切ってもいいんだろうんですよ。大谷の部屋っていうのがやったっけ。会社員大谷日常、会社員大谷日常、はい、チャンネル持って今チャンネル登録者どれぐらい。
1万いったかもしれないです。あ、もう1万いってるかいってないかぐらいのところに来てるんで、はい、ぜひあのチャンネル登録で応援ね、はい、すごいこうやってやっぱすごい頑張ってて仕事しながら YouTube やって、まあ、収益って教えてるでしょ。まあそんなに、まあ、さんはでも今編集はじゃあもう自分で出してるんだね、はい、その中から、はい、でやってるからさ、だからまあ本当に少しでも1万円でも2万円でも3万円でもまたそれ企画にまた使えるとか、はい、まあ、その循環だと思うの、はい、でまた自信つけて、ね、また明日からの仕事頑張ろうとか、また誰かにさ、自分が幸せじゃないと人に幸せなんかさせねえじゃん。うん、だから、ね、やっぱり自分が幸せになることがまず大事だと思うし、はい、うん、また人を幸せにできると思うから、ぜひまたそっちのチャンネルでこの続きをちょっと撮ってもらう、はい、じゃあちょっと今日はちょっと真剣なリリーちゃん、大谷の日常のリリーちゃんが真剣に悩んでるということで、はい、息してる、息してます、まあ、また楽しくね、またじゃあ楽しい動画を作っていきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと2月6日に足場専門の名刺交換会で、これはあの仕事を出す側、出したい側で、それが欲しい、いいところ欲しい、一人親方欲しい、一人親方も参加 OK、 もちろん名刺がある前提だよ。何人でも行っていいですかっていうのがあった、同じ会社から3人4人で、3人分貼ってくれればもう3人は入れますので、1人から1万円2人目、3人目、4人目は7000で受け付けてますんで、あのぜひ、またあの足場班も全員行くって言ってたんで、あのぜひそちらの参加もよろしくお願いします。お願いします。リリちゃん頑張ってるよ